真摯に重大問題として受け取ってくれた実感はあります。非常に、寄り添って真摯に重大問題として受け取ってくれた実感はあります。はい、真摯に対応していただきました。35年前に、平本代表と告発文を書いてから、メディアの方その時は誰も、来られませんでした。2社週刊誌載っただけで、全部スルーされていましたが、今日このように集まっていただき、本当に感謝しております。これが35年前でしたら、被害が相当少なく済んだと、思っております。これから皆様のご協力よろしくお願いします。皆さん心から、聞いてくださって、こっちもちょっとうるってしちゃいました。